You wanna dance?今回は新宿から30分、多摩川の河川敷に化石採集に来ました。筑河原園庭まで土手を歩いていくと、化石を産出する飯室層が見えてきます。川は浅瀬が広がっていて、不思議な地形は130万年前に堆積したものだそうです。治水域もあるため、日曜日はよく小さな子供を連れた親子も採集に来ているのを見かけます。しかし川は増水することもあるので注意しましょう。早速化石を発見しました。よく見ると至る所に白い化石の破片がついているのがわかります。僕は何度かこの場所に来ているので本流の中にあるお気に入りのポイントへ向かいます。足元は時々滑るので注意します。到着しました。随分と岸から離れてきましたがこんなところまで歩いてこれます。川のせせらぎが気持ちいいです。ここにも表面に化石が出ていますが割れていますね。周辺を掘って化石を探します。130万年前はとても古い時代に思えますが、地質年代的には新しい地層。地層が柔らかく、化石も脆いので、きれいに取り出すのは難しいです。あ、取れました。裏側に殻が残っていないかと掘り出してみましたが、残念ながら表の破片だけでした。破片はたくさん見つかるのですが、壊れていない化石はなかなか見つかりません。一旦休憩します。化石採集もいいですがこのロケーションでコーヒーを沸かすのは最高です。しかし無駄な撮影をするためにこけそうになったり iPhone を皮ポチャしたり散々でしたが辛くも3秒ルールに救われました。気を取り直して採集を再開します。焦げ茶に見えるものはまだ化石化していない木片です。おや、この出っ張り折れていますが雪の足違いですね。化石に直接衝撃が加わらないよう慎重に掘り出します。お、今度はうまく取り出せたでしょうか。半分になりましたが、本来は長細い形状の二枚貝です。あ、バラバラになってます。惜しい。これは残念。ビノス貝の仲間でしょうか。おや、これは何でしょう。ハンマーで叩く音が全然違います。時々周囲の地層より明らかに硬い石が見つかります。これはおそらく海水のカルシウムと有機物が結合してできるコンクリーションだと思います。保存状態の良い化石が期待できるのですが今回はハズレだったようです。そろそろ採集もおしまいです。休憩が長すぎたかもしれませんね。採集したものが少ないので、今回は過去にこの場所で採集したものを含めて紹介し、この動画を終わりたいと思います。